踏み込んで蹴るんじゃなくて届く位置ね。もう離れるようにすればいい。自分が相手から蹴ったときは離れるようにすればいい。近づきすぎないで。足つかまれる。開けたまま止めるんだよ。そうし、ゲッターとか。それで、今度は、ペルの親君が、蹴って、相手が蹴ると思って、足をパスじゃん。お前が蹴ってきたときに。こうやるじゃん。そしたら、こっちの足を、こう、よける。今、足上げてるけど、蹴ってくる。痛いここ一番つま先に蹴られたら痛いとこいいんだ。疲れたんだけど蹴ってもっとしたけど相手が痛いと思ってこうやったらそこは途中で下に足を変えるんです。美味しい想定違う、さっきやったらこうもっとこうやってビシー避けたらバーン痛いだろ。普通に小内刈りやればだから痛いとこつかないで小内刈りやればだけでyou
問題じゃねえよ、監督。そこは通してます。なんか膝をこう引いて。全然聞かねえ。もっとパシッて言いよきますよ。そうそうそう。そうそうそう。もっと。疲れた。疲れるさ、喧嘩なんか。次はね、3分勝負。パパは2分で蹴りつけるっていうか。ねえ。ねえ、疲れた。近づけるだけですよ。気持ち近づけるだけ。そんな上に動かさない。ここだけで、ここだけ。これだけで。手、だから手動かしとかないと手蹴られるだろ。手が顔面に来た時のために、ちょっと頭を守るために、手を上げてる。こう。手開いて。なんで引いちゃう近くがすごい当てるんだ、相手に。じゃあ、こっち、ここを開けるか。そうすればできるから、こう。引いちゃダメ。こうやるんじゃねえ。こう出すだけで。まっすぐのとこから出すだけ、ちょっとだけ動くよ。痛い。そうそうそう。引いちゃダメ。こっちに出すんだ。ねえ、そういう瞬時にね、左右の回しが